皆さん、どうも、ミスタロウです。今回、やるゲームは、スーパーマリオブラザーズの実況プレイになります。お試し企画といたしまして、普通の実況動画を倍速にして、やっていきたいなと思います。操作がわからん。X をしながらで、こうすることによって、今まで、普通のゲーム実況をやっていたのですが、垂れ流しの実況が多かったので、一味違った実況をしてみようという企画の第1弾になります。とりあえず、今回はお試しということで、マリオの初代をやっております。あ、さらに、ゆっくりしゃべる、こういうことやって、普通にやってみましょう。あとはもう、頑張って作ってくださいと。いくぜ。アクションゲームは苦手なんで、マリオとかプレイしながら少しずつでもね、少しでも上達できればなと思います。まあ、よくね、昔あるやつは、待って、パチって言ってるから大丈夫かな、これ。結構、GS 本体が怖い。ファイアボールは2個ぐらいありました。あと、あれですね、ワットとかも特に使わないでやっていきたいなと思いますが、ワープ使うつもりはないけど、これ上から行ってもいいのかな。まあ、こう行くと楽ですよっていう話ですね。まあ、皆さんご存知でしょう。そう、動画を倍速にすることによって、声をごまかすという。よく昔多かったのは、開始2、3秒ぐらいのところで声キモとか書かれるパターンがすごいあったんで、まあ、声のキモさっていうのは多少は隠せるのではないかなと思います。あと、テンポが良くなるんじゃないかな。じゃあ、やっぱあれだね、操作があんまり俺もやらないけども、結構独特な気がする。でも昔、一応ワンは越したことあるから、いけるとは思う。すげえな。意外と急には止まれない。ほい。ジャンプが結構難しいな。ちょっとこ気持ち手前で待っとかないと、スッていっちゃうから、怖っ、怖い。はい。まずはクリアを目標に、うん、ちょ、イエーイ。よし、これっぽいな。なんか、加速が乗るのもちょっと時間かかるやつな。で、あれですね。なんだっけ、これ、3DS の VC 版でやっているので、丸ごと保存機能を使わせていただきたいなと思うの。そうしないとね、多分すごい時間かかると思うんだ。これ絶対これはキノコなんだけども、うわ、細かい動きが全然できない。あ、マジで、全然できない。これこんな難しいな。クラッパー無視するか。ひほまだ一度読んだからね。よしよし、大事に行こう。怖っ。 Thank you Mario But our princess is in other castleさあ、もうすでに、とりあえず一旦ここで丸ごと保存するけど、もうすでに1しかないんですよね。さあ、2の1。キノコ、ここ、キノコ、そこだね。これ実は 3D ステップ使った方が多少なりにも、あ、同時に踏んだ。そうさ、よくなったりするかな。キノコ、ほい、あ、そうだ、もたないか。ちょっと前かな。まあ、あるんだろうけど。はっ。予感も、あっと、豆の木が出てきたぞ。ここがボーナス、あ、そうか、上に乗ってれば勝手にこの雲かわかんない何かが利用してくれるから、さあ、ああ、早とじりまん。ここはどこ、あー、ますないけどな、入るかどうかをどかん確かめていくか。これはなんもなし、ほい、もうゴールかな。あ、よし、やっていっちゃおう。みのり、あー、水中だー。水中の操作絶対できなさそうだな。ゲソが怖い、ゲソが怖い。でも上は取ってきた。まだ勝ち上がり、勝ち上がり。まだまだ上がってる時間ない。ゲソは変な声いいし、でも難しい。どう下からいけるか。よしよし。無理ー。強引に突破。おお、待って、すっげえ沈んだ今。これは下で一歩、赤いのが早い。おお。なんか急にね、沈んでいくところが。若干揺れてるか。よし、とりあえず2の2も。2の2もクリアしたけど、先が思いやられる展開で。ほい。あ、ちょっと早かったな。お、なんか花火の鳴る条件ってなんだったか忘れちゃった。これは下から飛んでくる。危なっ。下からパタパタが来る。じゃあ。これどうなるんだっけ。これどうしながら。力ですね、なんかさ、これ戻ったりしなかったっけ。なんかそういうあれがあったような、まあ、復元これしたんですけども、なんか途中からできるとかいうあれなかったっけ。はい、とりあえず頑張れ。よっしゃ、そしたら一面一面しっかり
おう、ちゅ、あれですね、一面一面しっかりと丸ごとセーブをしていきましょう。そうしないと撮影が、うわー、パタパタします。見られてる、あ、でもここに出てきたかな。よっしゅ、またスイッチじゃないといけない。はい、また鳴ったね。で、丸ごと保存をしっかりさせていただいて、中ステージ、ゲッソー、ゲッソーが怖い。ここ出しよね、あ、ばばばばばばばしゃべる、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 こっちまで、よし。これ、大丈夫だ、当たった、しゃがんどこ怖い、怖い怖い、ばーって、ここにね、一回食らったんだよね。よし、このタイミングで、しっかり。うわ、あかんやつ、あかんやつ、スマホに回ってくる。なんだ、ずっと右行ってるの、いや、逃げる逃げる、オッケー。はい、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 行って、ゲッソーが、ゲッソーが来る前に、おー、やっぱ欲しいな。足の動きをよし、さあデカマリオをキープしたまま、よいしょ、ちゃんと5000点を取ることができました。なんだっけ、残り時間とスコアだっけ、花火が上がるって。さあプクプクが出てくるステージだけど、今回は強くできる。ああ、横からアップアップ停車処理、向こうからジャンプしてくるときに出てくるのは良くないよね。くそー、ダッシュだ。お、走り抜けられたね、勢いよく。よし、でもこれさ、この時のマリオってこれ狙って出てきてもいいな。一回食らうとさ、チビになっちゃうんじゃなかったっけ。よいしょ、小ジャンプを駆使して、あ、プレイ、はい、はい、あく、やったー、あー、見たー、残念。よし、とりあえず2の4まで行ったので、あ、また出たね。オッケー、防げんじゃない、間違いだ、丸ごと保存。さあ、ここクリアして終わり。今日は一旦収録を区切ろう。ここは次の方かな、ですね。で、下、下だったな、これ。よいしょ。ああ上から行けるかなと思ったけど、すぐ上だったな。この、せっかく、あー、バカチン、なんてこと。くそー。じゃあ、下から行きましょう。下からだと、こいつをくぐり抜けていくだけだから、だいぶ楽になりますね。ねえ、今乗ろうと思ったんですけど、あのリフトさ、横からだと通れない判定があるらしくて、押し戻されたっていうか、ドンってブロックされました。だからといってね、ここでね、焦ってまたプレイ出すなるとどんどん死ぬので、やっぱり一個一個慎重に、焦らないでいくと。しっかりね、右キーを入れとけば、あー、当たっちゃった。さて、さっきまで右のキーを入れなかったら、そのまま落ちたわけだけど、これ、ちょっと奥行けないな。これまた下駆け抜けられると思わないんだけど、しっかりこれ上から行けるでしょ。よし、無事クリア。というわけで、2のステージまで終わりました。Thank you, Mario! また、Our Princess is in Another Castle! 次回はワールド3の1からやっていきたいと思います。で、ご視聴いただきましてありがとうございました。